ザ・タイムスはアメリカ合衆国のソウルミュージックのボーカルグループで本国のみならずイギリスでも人気を博した。米英両国のチャートにおいてそれぞれ異なる一曲だけがチャート主位に立ったという数少ない例の一つとなっている。このグループはペンシルベニア州フィラデルフィアで結成された。1五十六年にはドナルド・バンクス、アルバート・ベリー、ノーマン・バーネット、 ジョージ・ヒラードという編成でザ・ラティニアーズとして活動していた。その後、4年間にわたってフィラデルフィアのナイトクラブなどで活動していたが、1960年に至り新たなリードボーカリストとしてジョージ・ウィリアムズを加え、グループ名をザ・タイムスに改めた。ザ・タイムスは1963年にアメリカ合衆国のビルボードホット100で首位となり、 100万枚以上を売り上げた、渚さの誓い、1957年のジョニー・マティスの代表的なヒット曲を取り上げた、ワンダフル・ワンダフル、サムウェア、ユーリトル・トラスト・メーカー、ミズ・グレースなど、1960年代から1970年代にかけてイギリスでもヒット曲を出した。一連のイギリスでのヒット曲の最後となった、ミズ・グレースは、イギリスにおける最大のヒットとなり、 1975年に全英シングルチャートの首位に達したが、ビルボードホット100には、かろうじてチャート入りしたものの、なぎさの誓いの成功には及ばなかった。ミズグレースは、アメリカ合衆国のチャートでは目立った動きにな、ならなかったが、地元カロライナのビーチミュージックのシーンでは、地域的なヒットとなった。ザ・タイムスは、ザ・ジュエルズ、ないし、ビリー・アボットザ・ジュエルズ名義の活動もあり、 一曲だけだが、ビルボードホット100にもキャッシュボックスのトップ100にもチャート入りした1963年7月のグルービーベビーがヒットしている。渚さの誓いは2001年の世紀の歌の一曲に選ばれた。2005年、ザ・タイムスはボーカルグループの殿堂入りを果たした。その後も存命のオリジナルメンバーであるベリーとバーネットを中心に公演を続けている。 2003年の公共放送サービスの特別番組マイミュージック、ラブソングズオブザ 50s& 60s にも出演したが、これはオリジナルメンバー5人が揃った最も遅い時期のライブパフォーマンスの一つとなった。ありがとうございます。